そろそろ入学式が始まる時間。あれ？新学期今日から2年生みたいな教室の場面じゃないんだ。入学式からなんだ。あれ？あそこに誰かいる。誰？うわっ、はあ、誰？新入生なのかな。きっとそうだ。それにしても誰かに雰囲気が似てるような。ん？何か。おう。え？何か気になるなら遠慮なくどうぞ。おう。それとも先に教えましょうか。幅学生が僕に聞きたいことなんて分かりきってるんで。ん？僕は氷室祈り。これから入学式を迎える一年です。氷室一族。へえ。そしてお察しの通り、レイチさん、氷室教頭の親族です。へえ。そうなんだ。氷室っちの氷室っちってといえば氷室っちか。君も。いや、分かってなかったんですか。うん、知らなかった。言わなきゃよかった。で、あなたは？あ、ごめんなさい。私はお塩ジャケ子、2年です。よろしくね。1年先輩か。はい。失礼な態度をとってすみませんでした。あ、いいえ、礼儀正しいね。でもあまり氷室については触れないでください。え、腹が立つので。あ、そうなの。よかった。じゃあ祈りくんって呼んだ方がいいかな。以上です。では。うわー、かっこいい。おー、知り合いになった。これでメインキャラが出揃った感じかな。もしかして氷室くんか。氷室教頭との関係についてはあまり触れてほしくないみたい。ありゃりゃ。じゃあ祈りくんって呼ぼう。今日から2年生、今年のクラスはどんな感じかな。ふふ、すごく楽しみ。一人で笑うな。あ、ったく、危ないやつだな。あ、まさか風間と同じクラスでしょ。お。どこかで見た景色だ。ま、そうなるのもわかる。あ、やった、また同じクラス。まさか今年も同じクラス。嬉しい。まさかってなんだよ。なんか不満でもあるのかよ。あるって言ったらどうするの。え、ないけど。けど、なんだよ。ないよ、不満は。嬉しいよ。他人の先生もきっと見かけっちだよね、また。静かにな。ああ、ごめんごめん。ああ、見かげ、見かげ、見かげっち。静かにしといてくれよ。すなわち、友達。見かげっち、ちゃんとスーツ着てるじゃん。あ、私も見かげ先生が他人なんだ。よかったね。つなぎもかっこいいのに。ほらほら、静かにって。また初日から氷室教頭に怒られたくないんだ。まずは自己紹介だな。みんな知ってます。そうだね。そういうことじゃねえんだよ。お約束の中から面白いこと見つけてこうぜ。いいこと言う。牛は絶対書くんだ。ということで、三影小次郎だ。こう見渡すと結構知った顔が多いな。今年もよろしく。よろしく。その牛はさ、最初に書いてるのかな、最後に書いてるのかな。三影っちー、よろしく。それか、三影、牛、小次郎の順で書いてるのかな。 C、 今年は時間もありそうだから面白い質問頼む。どうするの。じゃあ結構何聞く。面白いって。三影っち、ひでー、無茶ぶりじゃん。あ、黒板に書いてある牛さんについて教えてください。いい質問だな。この子はモーリー、メスのホルスタインだ。本物はもっと美人だぞ。見たい。知ってる。ミカゲッチの恋人だろ。モーリーは恋人ってより家族だな。お前たちと同じだよ。うわ、ファミリー。私は先生の恋人がいいな。どけ。私が通る。どけ。あ、私も。うん、どけ。三影先生大人気だな。ああ、こら、大きな声出すなって。去年と同じになっちまう。そうだ、気をつけないと。ヒムロッチが来る。お、ダーツコーナーオープンしてんじゃん。行きたい行きたい。午前も頑張ったし、お腹が空いたな。今日も元気、マリー。あ、ミチルさんじゃないですか。ヤッホー。あ、ヒカルもいる。ミチルさん、ヒカルさん。ねえねえ、ヒカルたちと一緒にランチしよう。するー。そういえば、おじさまが。なにこれ、学食みたいな。めっちゃ食うね。じゃ、で、どっちも冷静にめっちゃ量やばくない。
なんか分かんない、この左のなんかこう、このなんか麻婆豆腐みたいな、そ、これもでかいけどさ、何枚あるパンケーキ。1、2、3、4、5、6、7、8、9、なんか10枚ぐらいね。で、結構でかいよね、それ。すげえ。かわいすぎる。食べ盛りだ。すごい、急になんか友達コレクションみたいな質感の料理出てきた。おじさま、ゴロ先生？そう。マリンに会いたがってた。あ、ガチ？嬉しい。そうそう。ヒカルたちにやきもち焼いてた。めっちゃ可愛いんですけど。会いたい会いたい。ゴロ先生。だって、ヒカルたちは毎日学校で会えるでしょ？うん。おじさまは学校関係者じゃないからね。そうだよね。昔は入り浸ってたみたいだけど今は教頭先生が怖いみたい。え、そうなんだ。あ、理事長とおじさまが一緒に怒られてるとこ光見たことあるよ。あ、理事長にも会いたい。五郎先生、理事長も一体何をしたんだろう。あ、ひまろくんだ。あ、ひめろくん、いのりくん、ニックネーム何あるの。わっ、いのりんりん。カビルンルン。ひめろち絶対ダメなんだろうな、これ。いのり。やっぱ名前で呼ばれるのが好きなんだね、きっと。じゃあ、まあ今はまだ、ひめろくん。てか、いのりくん、一緒に帰ろうよ。絶対、一緒に帰ってくれなさそう。何？かわいい、この子。よかったら一緒に帰らない？よくなくても一緒に帰らない？別にいいけど。え、かわいいじゃん、いのりくん。やった、じゃあ行こう。よしよし。ねえ、知ってる？学校にある教会には伝説があるんだって。その話か。あ、興味ない。あるし。釣れないな。教会で待つお姫様のもとに王子様が現れ、その後、うん、結ばれた二人は幸せに暮らすだなんて。詳しいね。大体王子様とお姫様って言われても現実的じゃない。あー、詳しいね、それな。詳しいってほどでもない。実際それに近いエピソードもあったせいで、この噂はいつまで経っても消えないんだ。やっぱり詳しいね。詳しくない。ね、可愛い。素直じゃないな。あとさ、めっちゃ敬語じゃないのめっちゃ嬉しいんだけど。この感じの子がさ、あの普通になんかあのタメ口、文章はタメ口でさ喋るのすごいさ嬉しいんだけど、可愛い。お花屋さんもさ、バイト出たからさ、お花屋さんにバイト変えようかな。和菓子屋さんもずっとバイトしたいけど、じゃあイベントも見られたし、和菓子屋さんの。だからお花屋さん、ちょっと行っちゃおうかな。あ、本田くんだ。ダーホン一緒に帰ろう。よかったら。うん。あ、いいよ。やった。今日は用事もないしね。やった、ありがとう。ねえねえ、知ってる？ん？学校にある教会には伝説があるんだって。あ、教会の話、ダーホンが持ってきてくれた。なになに？教会で待つお姫様のもとに王子様が現れ、その後、結ばれた二人は幸せに暮らすっていうね。あ、合ってるやつだ。この話、妹にしたらすごい食いついてきたんだけど、うん、やっぱ女子ってこういう話好きなの？妹いるの？へえ、本田くん妹いるんだ。可愛いね、そういう話するんだ、しかも妹と。うん、好きかもね。そっか。じゃあ、はばかく歴代の先輩たちの間で、うん、実際にそれに近いエピソードがあったってって言ったら？うわー、これはさ、なんかさ、きっとさ、あの、いのりくんも言ってたけどさ、先輩たちって、もう、歴代主人公とかの、きっと話なんだよね。本当に？あ、目の色変わった。やっぱ興味津々の終わりだね。観察されちゃったよ。ねえねえ、なんで女子はこういう話が好きなんだと思う？本田くんの興味は伝説よりそっちなんだ。かわいい。ボーリングとダーツ、どっちにする？ダーツやりたい。ダーツやろう。いいじゃん、勝負だな。え、受けて立つ。ダーツやったことある？大人のたしなみでしょ。とりあえず当たるまで投げる。ルール教えてほしいな。うわー、どれだろう、これどっち。なんかこれさ、笑ってくれるかドン引きかどっちかかな。当たるまで投げる。あ、よし、その意気込みは買おう。素敵、やったね。しかもバッチリ好印象かよ。よしよしよし。どうかした？いいね。うん、いいお天気。せっかくだから浜辺歩いて帰ろうかな。お、ビーチに来た。今日はいい波来てんな。お、知らない人たち。だな、絶好のサーフィン日和だ。はあ、へえ、サーファーの人たちが結構いるな。綺麗な海。あれ、あそこのカフェにいるの。お、お、いのりくんじゃん。かっこいい。飲んでる。何かを。
あれ気づいてない？はあ、気づいてる気づいてたそのサーフボードもしかして氷室くんの？だったら何？すごいなと思って。氷室くんサーフィンやるんだ。何その意外って顔うん、すごいなって思って。そうそう、やってるとこ見てみたい。他にやってる人いくらでもいるでしょ。だって祈りくんのが見たいんだよ。あら、あ、行っちゃったひどい言い方だな。あ、君、気にすることないよ。あ、聞いてたの？ま、あのくらいでへこたれませんよ。そのうち絶対落とすからえ、あいつサーフィン上手くて有名だけど、いつもあんな感じ。あ、そうなんだ。付き合い悪いんだよ。へえ、孤高のサーファーなんだ。かっこいいじゃん。そうなんですね。氷室くん、孤立してるのかな？でもまあ気にしなくていいよって言ってくれるのも優しいね。ありがとう。午前も頑張ったし、お腹が空いたな。今日も元気？マリー？え、元気元気。わ、二人。あ、みちるさん、ひかるさん。ねえねえ、ひかるたちと一緒にランチしよう。あ、するする、ありがとう。また誘ってくれた。今日何食べんの？それが気になるよ。あの、やったー！バカでかい食事。楽しくなりそう。あ、行こう行こう。あ、でもサッサ君のヘアバンド、ちょっと気にならない？ちょっと待って、左がまだしも、そばの量多いな、やっぱりえ、多いよね。まあでも、あの、この間のパンケーキほどのあれではないか。まあまあ食える食える。パスタもまあまあ量多いけど、でもいいね、学食こんなさ、ボリュームたっぷりのそばのさ、多さに対してさ、ネギの量心もとねえなネギもっと欲しくない？贅沢言うようだけど可愛い、この量食うの。サッサ君のヘアバンドね、気になる？そうそう、だって普段からつけっぱなしじゃん。確かに、ずっとついてる。そういえば癖がすごいとかじゃないと思うけど。お姉ちゃん、実はね、一番はそれ。え？一番はってことは他にも理由があるの？ファッションではないと思うけど。違う違う、ヒカルの情報だとね、どうやら昔陸上選手だったお父様からの大切な贈り物だって噂。あ、そうなんだ。素敵な噂、うん、ねえマリー。ねえ、素敵だね。だとしたらサッサ君のお父様陸上の選手だったんだ。すごく納得。へえ。お、わあ、お花屋さん変わってないね。なんか嬉しい。お花屋さんでバイトすることにした。あなたのシフトは毎週水曜日と金曜日だったわよね。うん、頑張ってね。はい、お願いします。よし、頑張ろうっと。お、え、え、え、いのりくん、花屋さんだったんだ、バイト先。よー、いのり。あれ、氷室くん、どうしてここに？どうしてって、見たらわかるだろ確かに氷室くんもここで働いてたんだ、知らなかったな。あ、なんかさ、ペン刺さってるのさ、ヒムロッチに似てるねヒムロッチもさ、ペン刺さってるよね、ポケットにあ、そう、じゃあマジ氷タイプ、かわいいえ、どこに行くの？自分の仕事するだけ。君も君の仕事やりなよ。はい、先輩。知り合いがいるからって頼ろうとか甘えた考えしないで。はい、氷室くんの言うことも一理あるよね。よし、頑張るぞ。そうだね、バイトはバイトだもんね。あ、七つ森くんだ。おい、七つ森、一緒に帰ろうぜ七つ森くんよ。何か一緒に帰ろう、七つ森くんと楽しく下校したあ、みかげっちの誕生日だ。みかげ、みかげ、みかげっち、すなわち友達。プレゼントあげよう、友達だからあー、どれだこれ。ぬいぐるみにしよう。みかげ先生、うっし、今日も調子良さそうだな生徒からの贈答品は遠慮なくもらっとくありがとな。開けて開けて。へえ、こういうのが流行ってるのか。一番じゃない反応っぽいなこれ。あー、違ったか。流行ってるっていうか、みかげ先生が喜ぶかなと思って。俺の喜ぶものを想像してくれたのか、ありがとな。うっす、うん、割と喜んでもらえたみたい。あ、ベストじゃなかった。まあでもこの反応も見られてよかった。デートの時電話かけられるのって祈りまでのこの人数で、で先生は直接電話とかじゃなくて課外授業で一緒にまあ出かけるとして、なんか一人いるんだけど、ここに
これ誰？でもさ、デートの電話かけ、こっちからかける人の中ではもう出てない人いないってことだよね。俺、メインキャラ全部出たんかなと思ってたけど、ここなんか誰だろうね。今日何食べんの？風間くんってさ、前髪すっきりしたら別人になりそうだよね。確かに前髪ちょっと長めだもんね。なんか急に菓子パンになったんだけど。で、左は左で、それはなんか海の家の焼きそばみたいな。アンパン1個で足りる、大丈夫？可愛いけども。確かに。でも仕方がない。あれはマリーのせい。はい。だよね。読まれちゃうもんね。そういうこと？読まれる？そう。相手の目をじっと見てると、だんだんと本心が見えてくる。わー、マリーに見られたくない気持ちがあるんだよね、きっと。見ちゃお。風間くんを見つめるときは気をつけてあげて。わかった。お、体育祭じゃん。よし、頑張るぞ。ちょ、誰か二人三脚出ようよ、一緒に。二人三脚に出よう。パートナーどうしようかな。誰が来てくれる。お、さっさ。 C、 パートナー決まった？え、まだまだ。一緒に走ろう。じゃあ俺と走ろうぜ。調整してね。頼むから。さっさ本気で走ったらちぎれちゃうよ。うん。まあ、優しいから絶対合わせてくれる。イエーイ !1 位さすが、ありがとう。よし、俺たちが1位。やったね、さすがさっさ。早かった。うん、やったね。息ぴったりだったな。うん。やった、頑張ってよかった。嬉しい。お、フォークダンス。次は、あ、サッサくんだ。お、サッサ踊ろうぜ。うわ、照れるな、これ。恥ずかしがるのも恥ずかしいよ。まあね。うん、照れるね。ずっと君が相手ならよかったけどな。かわいい。言うじゃん、はっきり結構、マジで。嬉しいな。次は、あ、風間くんだ。お、風間踊ろう。なんかおかしいな。なに？なんで？いや、お前と体操服で向かい合ってさ、これから妙な踊り踊るんだぜ。妙な踊り。妙な踊りをね。言うなよ、フォークダンスのこと妙な踊りって。そのまま言っちゃったよ。あ、七つ森くんだ。お、七つ森。どうも。どうもどうも。よろしくね。踊り狂おうぜ、七つ森。ああ、楽しかった、今年の運動会も。ほう、そっかそっか。お、ファッションチェック成功。変じゃない、好き。今日はあんたから目が離せないかも。入籍か。よかった、七つ森くん、このファッションすごく気に入ってくれたみたい。 お、早速その色取り入れてるんだ。お、さすが流行にも反応して気づいてくれた。もちろん、あんたに似合ってるし、こうでもうまい。さすが。どうする、モデルさんからこんなこと言われて舞い上がっちゃうよ。七つ森くんに褒められた。ハートつけてやがって。幅学の大先輩。うん、なんだかパワーがもらえそうだな。そう、またさ、3でもあったじゃん、あの三原式っていう人のやつ。きっとその人も過去作に出てくる人なんだけど、三原式さんの博物館でやってたから来た。おお、葉月系しかり。お、葉月系出た。うちの学校の OB は偉大だね。設楽誠司もいるよ。感性はちょっとわからないけど、次は七つ森くんの番だね。思いが伝わってくるね。あー、え、でもさ、正体隠してるからこれ微妙なんかな、まあ、バレないようにしてるからねみたいな感じになっちゃうかな。思いが伝わってくる、これにしよっか。思いが伝わってくるね。え、マジ教えてよ、このカオスが俺たちに何を訴えてるのかを。あ、やばい。やったね、バッチリ好印象。あ、好印象ではある。よかった。ん、うい、髪触んのは NG。 え、ごめん、でもハート出てたよ。ん、いや、ありがとうな。はい、そんじゃ。あ、いい風、窓際の席の特権だよね。風を感じている。お、風間。へえ、なんか雰囲気出してんじゃん。言われて、これ窓際で風浴びてたらなんか雰囲気出してんじゃん。風間くん、今いい風が入ってきてるの。やってきたぜいい風、青い空、何やってもいいんじゃね、そんな気分で。イエー、来ないじゃん。ぶってイエー、
フランクフルト頬張りながらバーナナボートで、ねえなんで乗ってこないの風間水面下に乗ってこないなんて許されないんだけど普段の行い言うね。そうだよ、水面下に乗ってこないからだよ。まあお前の方のね暇持て余してる人の日向ぼっこを邪魔したら悪いからなじゃあ突然振り出した雨わあすごい風、あ吹いた風間の普段の行いじゃん。あ、え大丈夫か。えこれさ、これじゃねこれ、これじゃねどっかで見た顔してると思ったらいいね、これかっこいい、めっちゃかっこいい、これときめきメモリアルって感じ、すごいうんすごく近く感じる、その顔やばい、その口やばい、すごく近く感じる。なんだか今ここに二人だけしかいない世界みたい。いや素敵し、あのさ何好き好き言ってみろ言ってみろ。次タイプだから着替え行くよ。あれ二人が消えた。おいカーテンの中で何してんだよ。ときめきをメモリアルしてんだよそれを別れ風が強えから窓閉めたんだよさっき風間くん何か言おうとしてたよね。やばやばい、後でいいから教えて何言おうとしてたか。あ今のめっちゃ可愛い、目ぐるぐるになってた。おはよう。おはよう、さっさくん。おはよう、調子良さそうじゃん。お、わかる、さっさくんも。俺はいつも万全。いいことだ、今ここ走ってもいいタイム出せるよ。危ねえからやめろ廊下走ったらダメだよ。ん、あれこの感じ昨日の夢と似てるな。あ、デジャブえ、そうなの、どんな夢。バラが咲いた庭、君の家かな。うん、そこで君に走り寄ろうとしたら今みたいに言われた。え、待って、私の夢見てんの、さっさやばくない、それが何を意味するかへえ面白い夢だね。うん、何か暗示しているのかもしれないぜ、ちょっと考えてみるよ。ああ考えてみろよお二人、マーリー心のお庭に一輪咲いたね。え、すごい素敵なこと言われた。ヒカルさん、ミチルさん、心のお庭そう、マリーの乙女心に新しい気持ち、気づかない？お姉ちゃん、マリーはウブだから無理無理だからかわいい、ヒカルがマリーの心のお庭、マリーガーデンの様子を教えてあげる。マリーガーデン、今はちょっと寂しいお庭だけど、うん、いつか華やかになるかもね。心のお庭、マリーガーデン、私の乙女心、ヒカルさんに今日はどんな状況か教えてもらうみたい。へえ、なんか電話とかでいいのかな。午後の授業までまだ時間があるし、校庭に出てみようかな。おC、来たな。さっさ、走ってたの。さっさくん、今日もランニング。うん、軽く行こうよ。あ、誘われた、やった、オッケー、すげえ、一緒に走るんだ、爽やか。おー、かっこいい、やっぱ。うん、いいじゃん。ありがとう。はぁ、はぁ、そう、姿勢もいいし、足も上がってるよ。おー、嬉しい。なんか、こうやって並んでるとさ、うん、二人三脚を思い出す。はっ、これ運動会で二人三脚したからこれが言ってるってこと。すごっ、え、体育祭の右、左、右、左。お、ほら、君も一緒に。え、右、左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 、左もう眩しすぎ、なんかそのバックも青空だしよ、この青春してるしよ、うわ直視できない、すごいもう走れないよ、あ、怖い、さっさ、まさか君とまた二人三脚できるとはな。人生の二人三脚もしようって話よランニングでしょ。そっか、じゃあ俺もうちょっと走ってくる、じゃあね。うん、じゃあね、あと付き合って。ふう、ちょっと疲れちゃったけど楽しかった、青春すぎるよ。うん、いいお天気。そういえば最近調子いいかも、運動してるからかな。 C、 調子良さそうじゃん。おい、さっさ畳みかけ、さっさ。あ、さっさくん、ランニング。そう、ランチ前に一っ走りしてたとこ
一緒にどう？ずっと走ってるね、ササ。ササくんの邪魔にならないかな。全然。行こう。お。まさか。うん、いいじゃん。リラックスできてるし、日頃の運動の成果だね。ものすごく走るイベントを起きる。え？結構楽しそうにやってるよな。見てたの？時々。お。でもさ、楽しそうにやれるって才能だぜ。うん、確かに。俺も見習わないとって思ってた。うわあ、素敵だな。なんかこの明るい感じ、爽やかで。そっか、でも私そろそろ限界かも。無理は禁物。一緒に走れて楽しかったよ。うん、じゃあね。あ、ありがとう。また走ろうね、一緒に。やばい。へえ、ちょっと疲れたけど。ササ君と走れて楽しかったな。そう、連続だもんね。ひかるさんはいた。よし、遊園地でダブルデート。誰来るかな。おはよう。かわいい。おはよう、マリー。今日は目いっぱい遊ぼうね。遊ぶ遊ぶ。その服超かわいい。似合ってるよ。お、ササ。おはよう。早いな。よ、おはよう。ササくんも早いね。今日は遅刻できないよ。かわいい。お、あ、Cさん。ヒイラギくん。ヒイラギくん、あのなんか体育の授業みたいなイベント以来、学校内でもさ、あんまり会うタイミングなかったけど、嬉しい、今日遊べて。ヒイラギくん、そっか、ヒイラギくんも呼ばれたんだね。ええ、そうだと思います。これでみんな揃ったね。じゃあ、中に入ろう。最初のアトラクションはジェットコースターね。楽しい。ねえねえ、誰と乗る？誰と乗ろうかな。え、さっささ、お化け屋敷怖いのが苦手だけど、ジェットコースター的な怖さは平気なんかな。さっさ、大丈夫そうだけどね。ヒイラギくんどうだろうね。さっさくん、でもヒイラギくん観覧車とかさ、もう良さそう。さっさ、ジェットコースターどう？了解。そちらの花椿さんとですね。はい、行きましょう。かっこいいな、ヒイラギくん。さっさどう？まばたきするのももったいない。ああ、テンション爆上げだ、よかった。お、かわいい。あ、主人公泣いてるよ、かわいい。楽しかった。じゃあ次はね、コーヒーカップ。あ、コーヒーカップ。かわいいね。ねえ、かわいい。マリー、誰と乗りたい？コーヒーカップ、ひらりくんどう？嫌かな。ちょっと乗ってみるか、一緒に。ひらりくんどう？オッケー。ありがとう。俺はヒカルさんか。回すの俺がやるよ。お、一人じゃ乗れませんから。あ、こういう機会はありがたいです。なんか超優しいじゃん。いい子、ありがとう。あ、かわいい。キャって顔してる。あ、ね、めっちゃキラキラしてるよ。あ、かわいい。あー。すげー回すじゃん、主人公。え、超楽しそうだった。ラストは観覧車でしょ。デート行く時の参考にもなる ね。あ、観覧車ね。じゃあさっさ観覧車どう？好き？高いところどう？はい、わかった。ありがとう。花椿さんは高いところは大丈夫ですか？ガチ紳士じゃん、どうする。この人かっこよすぎなんだけど、ヒイライ君。お見合いスタートだな。こんなこと言ってるよ。マジ私にしか言わないでよって。何の表情これ。喜怒哀楽のどれそれ。あ、タハーだった。タハーってなってた。今日は遊んだね。そろそろお開きにしよっか。うん、楽しかった。ありがとう、ほんと。お、今日は楽しかった。よかった。またみんなで遊ぼうぜ。お、遊ぼうぜ。こういった趣向もたまにはいいですね。楽しかった。よかったね、ヒイラ君めっちゃかっこいい。もうすぐ期末テストだね。めんどくさ。かわいい今の。でも赤点取ったらクラブ活動もバイトもできないし。あ、そうなんだ。はぁ、頑張らないとね。一緒に頑張ろう、マリー。うん、ね。うん、かわいいね。でさ、どうやったら一気に50点くらい稼げるかな。そのレベルはもう不正行為しかないよ。やっちゃダメだし。お、そういえばもうすぐさっさくんの誕生日だ。お、さっさ誕生日2回目。プレゼントもちろん買ってあげるよ。何がいいかな。サングラス、プロテイン、手打ちうどん。なんかどれも悪くなさそうだけど、うどんは違うんかな。プロテイン、サングラス、これどっちだ。プロテインは好みとかもある。サングラス、プロテイン、あー、どっちだろう。
あーでもプロテインっぽくはあるかも。プロテイン C、 どうしたどうしたって、ササくんの誕生日プレゼント。どうぞ。本当に嬉しいよ、ありがとう。気に入るといいんだけど、どうかな。なんだよ、受け狙いか。あれ違ったか、なんかその筋肉とかの方じゃないから違ったのかも。ごめんごめんごめん。どうかな。マジだったのか、悪い。まあほら、面白いからいいじゃんごめんごめん、せっかくの誕生日でもこのリアクションも可愛い、見られてよかったでもごめんね、喜ぶものあげられればよかった笑われた、喜んでもらえなかったみたいあのね、私のマリーガーデンの様子を知りたいんだけど。マリーの心のお庭だね。うん、お花はどうなったかな。なになに、どんな感じ。おお、マリーガーデンについて。男の子があなたに近いほど好感度が高い状態です。特定の男の子が集まると仲良しグループが成立します。へえ、はい。あ、終わった。他にも何か聞きたい。なんかもうちょっと見せてマリーガーデンを見る。おう、あ、別にここでできることはないみたいな感じ。今さっさが近くにいるんだ。ああ、へえ。他にも何か聞きたい。仲良くなってくるとお庭に来るのか。そんで距離感で分かるようになってると。面白い。ああ、でもさ、今ささっさもそうだし、風間もほら、お友達ぐらいの仲の良さにはなってるけど、それでもさ、別にお庭に来るわけじゃないよね、絶対。なんか条件があるのかな。あの夢見たって言ってたもんね、なんかバラの咲いてる庭で君に会った夢を見たよみたいな。それ言われたらマリーガーデンに来る合図なのかな。あ、七つ森なんだい。慌ててどうしたの。あ、どうしたどうした。原文の教科書を持ってない。あ、うっかり忘れてさ。あ、持ってる。どう、あるよ。はい、どうぞ。サンキュー。あ、後でお礼にお菓子あげるから。やった、じゃあな。やったやったいいのに、お礼なんて。でも期末テストはそういえば柊くんってこんな感じなんだ。あれかな、忙しいんだねきっと。ね、座長やってるって言ってたもん。絶対それもあるよね。まだいっぱいさ喋ったことないから分かんないけど、多分忙しいんだね。それで大変そうだもんね、学校との両立。ラーメンやっぱでかいよなしかもなんか大盛りっていう感じってよりはなんかそのそもそもがでかいすごいなんか遠近感なのかも分かんないけど、拡大したみたいなでかさが面白いこれ。ご飯波も穏やかだし沖の方まで行けそうだ。お、いいね。よし、着替えたらまたここに集合な。うん、海似合うね。さっさ、お、さてどこに行こうか。よし、じゃあビーチ行こう。そう来なくっちゃな、思いっきり泳ぐぞ。ああ、このジリジリする熱い砂浜、夏って感じだよな。夏好きなんかな。さっさ沖まで競争、腹ごしらえ一緒に貝殻。じゃあ競争じゃない、これじゃない。いいけど、沖ってどこまで泳ぐつもりだよなんか沖の方まで行けそうみたいに言ってなかった今さっきやったね、バッチリ好印象行けるとこまで行こうよ、うちらの人生も。今日は海寄って帰る。あ、そうなの。いい波来てそうだし。かわいいなんかさ、こういう子がさ懐いてくれた時めっちゃ可愛いよね楽しみだね、仲良くなるの君ももう上がりだろ。うん、来たきゃ来れば。嘘嘘嘘、やった。いいないいな二人で。あ、マジで来た結構頑張ってるじゃん。あ、かっこいい。本当に来られると思ってなかったよ。あら、かっこいいよね。バイト。おう、正直すぐに辞めると思ってた。そうなの。辞めないよ。うん、だって楽しいし、あとあの花屋はパラメータが下がるやつがないからデメリットないしあっそうかわいいな、もっといろんなことできるようになりたいな、向上心。君の努力次第でしょ。うん、頑張るよ。ま、今の調子なら心配ないと思うけど。あざす。やれることが増えればやりがいも出るし、もっと面白くなると思う。ちゃんとしてるわ。うん、そうだね。ま、どこまで頑張れるのか見せてもらうとするよ。見とけよ、惚れろ。そしてよし、頑張るぞ
バイト失敗してた早速かわいい花屋の失敗の仕方めっちゃかわいいお疲れあお疲れ来てくれたんだバイト先いらっしゃいませ七つ森くん何してんのバイト花屋さんのアルバイトそりゃ分かってるしほら今置いたそのプレートうんあんた書いたのそうなのうんそう商品のアレンジメントフラワーの邪魔にならないようにデザインしたのすごいいい先にアレンジフラワーに目がいって、うん、その後ちゃんとプレートに流れた七つ森がこういうの褒めてくれるとき具体的ですごいさいいね色使いも見せ方もうまいうん売れるよこれすぐにわあ。楽しみだなありがとう嬉しいこと言ってくれた今日はさっさと花火なんだわあかっこいい今日は君より早く来たかったんだなんでてか似合うそれえなんでなんでって言われてもなそういう気分大好きじゃあ次は私が早く来よういいじゃん俺たちの新競技だなねマジでカップル呼んだすでにカップル手貸そうかうんありがとうおー浴衣そういいじゃんいいじゃんさっさも似合ってるよどう似合うかなうんすげえ似合ってる夏って感じするなやったこんなに褒めてもらえるなんて浴衣を着てきてよかったな何かあったら見えんだろうその短さあそうミニの浴衣浴衣いいんだけどさいやよくない他のやつもいいんだよ俺から離れないことわーいわーいみんなの顔楽しそうだこっちまで上がるいいねそうだね花火まで時間あるみたいだし夜店を回ろっかうんあ金魚すくいおやるいや大丈夫後の世話を考えるとどうも本気出せなくてさ確かにそうだよねなるほど確かにおもう始まるみたいだお行こうぜわーここまで近いと体に響くなあドーンってするよねあーこれどれにしようかなあーでもさっさだから楽しそうだしタマヤ行ってみるタマヤカギヤ最高よかったうんいい感じだよねよしウィーてまだにしとこうわそれやばいまだにしとこういつかそのうち大笹からのメッセージやばいよ君といると変なこと口走りそうで心配だよだって何ガンモとかガンモドキ七つ森くん遅いなおごめんなさい可愛いから許すよえ笑うそこま受けたならいいかいいよいいよん行こうぜ手垂れじゃないしでもどうせ手も綺麗なんでしょ着替えたらここで待ち合わせでいいはーいもうほら行こうんあんま好きじゃないかな爪伸びてないぞあーちゃんとしてんのすごい偉いねおおそれその水着あどうです好みですかえこの水着変はバカ変くないかわいいなはバカ変くないクリーンヒットすると褒めるどころか全身に電流走って危ないぞ俺オタクの素質あるよ七つ森わかんないけどそれ多分オタクの素質ある七つ森くんこの水着が好きみたいでおどうしますじゃあなんかあんまビーチめっちゃ好きじゃないのかもしれないから青の洞窟行かない？そしたらさ写真も撮れるでしょいいねうん水着に着替えなくてもよかった気もするけど確かにあーひんやりしてて水深深いのかな宝石みたいあーこれじゃないかもしれないなひんやりあでもこういう感じじゃない宝石みたいパライバトルマリンとか、うん、サファイアを目いっぱい敷き詰めたみたいだよな素敵すげえよ地球自然ってすごいよね本当にえこれが自然のものなのってぐらいさ美しい景色とかさこういう色とかさ
自然って本当に不思議だし、すごい。やったね、バッチリ好印象、やった。何？楽しいっすね。水着でもブレスレットはする。あ、そうなんだ、ポリシーなんだね。控えめに言って最高。また来てもいい。オタクの素質あるよ。